今日はステップ3ってことで、物を飛び越えたいと思います。で、まあやることは基本ペットボトル越えたりライン越えたりするのと変わんないんだけど、今までより高さを出すっていうところで、まあ気持ち的に変わってくるので、まあちょっとやり方も少しだけ変わって、あと足首をちゃんと使うっていうのが大事になってくるんで、その辺を重点的にやっていこうかなと思います。まずは物を飛び越えなきゃいけないので、しっかりと弾けるようになっていることと、ちょっと足首を使って、まあ足首使うっていうのもちゃんと空中でフラットに板をできるようになっているっていうのがここでは重要になってきます。でもまあ、ね、いきなり高いもの飛んでもなかなか飛べないので、最初こうカラーコーン、赤いパイロン、こんなとんがりコーンみたいな、あれが結構練習としていいかな。あれこうやってとんがってるところやって、それ飛べたらちょっとずつこうやって高さをやって、最終的に重ねコーンっていうのができるんで、まあ自分で高さ調整できるし、あれまあ硬いのもあるんだけど、基本柔らかくてゴムみたいな感じだから、引っかかっても危なくないので、それで練習するといいと思います。が今ここにはないので、車の中にあったトイレットペーパーを飛ぼうと思います。高さどんぐらいだ、まあ20〜30センチです。そんな感じでちょっとやっていこうかなと思うんで、まあもうここまで来たらね、物を飛び越えるタイミングとかだから、弾く場所を高く飛ばなきゃいけないとか、何度も何度もやって練習するしかないんですけど、まあちょっとイメージとして湧いてくれたらいいかなと思うんで、飛びます。見えるように飛びます。
まあああいう感じで飛ぶんですけども、まあ大事なのは最初言ってた弾きで、すり足で、なんでここですり足が重要になるかっていうと、物を飛ぶときにこれだけだと高さが足らない、それを補うために弾いて吸って飛び越えるっていうために前足がここで重要になってきます。一つは物が高くなるにつれ飛ぶ場所が、最初を倒してた時はこの辺でも全然飛べんだけど、まあ、もう飛べるな、こう高くなった時にちょっとこう飛ぶ場所を遠くすることによって弾いて、これの軌道がなんだろう、まあ近くなっちゃうここで当たっちゃうから、逆にでもこの高さだったらさっきも当たんないからっていうだけです。高いもの飛ぼうとしたらやっぱその分ちょっとはスピードも必要になってくるし、やっぱそうなってくるとプッシュのもうまくなっていかないと、スケボーに乗るってこともうまくなっていかないといけないんで、全体的にスケボーをしてればコンビニ行くときに乗ったりもするだろうし、ランプ滑ったりもするだろうし、オーリーだけじゃなくていろんなアイテムっていうかセクションバンクやったりもいいし、そうやってスケボーに慣れていくと思うんで、ただオーリーできるとやっぱその先がいろいろと広がるんで、基礎中の基礎にもなるし、スノーボードにも生きるし、ここでようやくスノーボードって出てきたけど、まあそんな感じです。あとはオーリーっていうタイミングを体に染み付かして練習するのみだと思います。はい、おしまい。